まずはこちらですさあウクライナ情勢について中長期妄想的予想と日本のエネルギー問題さあ日々目まがるしく変わるウクライナ情勢なんですが選挙区は長引くとも言われていますが今後の中長期の情勢ナルケさんはどう見てらっしゃるんでしょうかまた世界の様々な有識者今後の中長期的な展望をどう見てらっしゃるのでしょうかという中でさあナルケさんがフェイスブックにですね 中長期的な妄想的予想なるものをお書きになっておられますけれども、改めて、えー、ここを解説いただきたいと思います、なけさん今回の、まあ、戦争というのはです、ねえーまあ、ある意味ではプーチンの思いつきで始めたんだと思うんですけど、その結果、もたらされるものというのは、あの世界がこう変わっていくための、まあ、きっかけになるんだと思うんですね、それがいい方向に変わるかどうかは分かりません。 ただ中長期的にはもう圧倒的な米ロ対立の中でその核兵器を持ち合ったものが解消される可能性もあるわけですよね。で、その意味ではまあいわゆるこう世紀の転換点というんですかね、社会の転換点ということになるんだと思います。うん その転換点がこのタイミングでやってきたということなんですけれども、さああの実はあの、サピエンス全史という、世界的なベストセラーになりました、えー、この歴史学者、哲学者のです、ね、イヴァル・ノア・ハラリさんが、プーチンは負けたという記事を投稿いたしましたが、これについても、成木さん、お書きになってますが、いかかがでしょうかイヴァル・ノア・ハラリさんというのは、はい、イスラエルの歴史家なんですよね。はい、それでサピエンス史といいいう本を書いていて、うん 彼の歴史の本というのは、例えば織田信長がどうやって桶狭間で勝ったかってそういうようなことではなくて、はい、なぜ今、人類というのは4000年前、もしくは1万年前に比べるとこんなに賢くなったのかとか、えー、もしくは国ができたのかとか、なぜ紛争がいまだにあるのかとかという、そういうことをこう書いている学者なわけです。 ですから彼の,その歴史学者としての視点というのは人類全体をどう見ているかということなんだと思います。うん、でその中で彼が言っているのはです、ねあのー、結果的にロシアは負けたつまりえ今までかつてえ他国を占領してそれをうまく維持した国などないということが1つですよね。ですからその結果として占領した側がものすごいこう損をするというか。 実際的な長期的な痛みというのは、そちらの国、攻めた側の方が辛いくなるという、うん、まあそういうことを主張してられるんですね、うん、全くその通りだと思いましたので、ェ、うん、であの思わずシェアをしてししてままいました、うん、この論理というのは、な,なるほど、考えようによっては、攻めた方が大変だということなんですよね、新しく領土を広げた方がね。 何しろ日本が痛かったですよね。そうですね。うん。結果的に領土を明治以降広げましたけど、最終的にはボロ負けしただけじゃなくて、未だに恨まれてるっていうのは、これはまあ、あの、 ちょっと長すぎんじゃないのと恨みがと思う人もいるかもしれませんけど、現実には恨む側に対して非難してもしょうがないことですからね。そうですよね。あと200年恨まれても、まあしょうがないよねと。でも我々の世代が責任取るのは嫌だよねというぐらいの話でしかないわけですよね。で、これほとんどそうですよね。あの、領土を取りに行って、ここ1000年ぐらい、そのまんま領土を維持した国がないですよね。でも、人は、人類は、 領土を広げたがるんでですよねねなんでしょうねね一応ね、その19世紀から20世紀の前半ぐらいまではね、その日本が領土を広げたかった要素としては、まず資源ですよね、うん、あの東南アジアの石油資源ですとか、それから満州と言われてる地域での,その穀物を生産するための資源、もしくは重工業を作るための資源、土地ですよねところが今その取りに行ってもね。<laughs> 買えばいいじゃないかと、そっちの安いよねってなってたわけです昔は安くなかったんですよ、はい、売ってくれなかったとかね、コ、うん、ンテナ船がなかったとか、うん、ドライバルク船がないんで、中国大陸から安くあの小麦を買う手段がないんで、行っちゃった方が早いよねだったんですが、うんあのー、今はね、戦争より安いわけですよ、買う方が。はが、い。ですから、その領土を拡張する意図が意味がほとんどないんだと思うんですよね。うん、にもかかる その幻想にとらわれてるっていうのはプーチンというか、うん、自分たちだけで生きようと思ったらエネルギーと小麦だけはあるわけですからね、はい、うん。贅沢しようとして他国に攻め込むという意図は多分、ソ連市民ロシア市民にはないんですよね。 あのおそらく20世紀の戦争というのはおっしゃったようにエネルギーと食料の取り合いの部分というのは大きかったと思うんですけどもそれでいうと今新しいエネルギーも開発されてきてるわけですよねとりわけ、まあ、いわゆる原子炉ですよね、うん、SMR という、えー、小型モジュール炉みたいなものが開発されましたので。 ある意味ではひょこひょこ作ってしまえばいいんだというふうな、うん、あの思想があるわけですよね、アメリカも中国もどんどん作り始めましたからね、はいで、作れば作るほど、その石油ですとか天然ガス依存が減っていくわけですから、まあ、逆に言うと、それが見えてるときになぜやるんだというふうに思いますよな、ね、んでしょうか、やはりあのかつてあったロシア帝国よ、もう一度という思いが大きいんですかね。 あのキエフに対するウクライナもそうでしょうけどもキエフに対する憧れが強かったんじゃないでしょうかね、うん、ほあの結局、まあ、京都がない日本みたいなね京都だけはなぜか知らないけれども独立していると、うん、で別の国になっちゃったんで、うんうん、そんなイメージで東京が京都に攻め込んだっていうそういうイメージを非常に強く思いますよね。はー あの一方でそのお話し合ったそのエネルギーというものに対する考え方を我々もまたどう見ていくかなんですけれどもさ例えば今回のことを受けて日本のエネルギー政策のあり方はどうでしょう長谷さん,ん変わってくると思いますか変わらずは得ないですね、うん、あのこのままいきますといわゆるこう石油ですとか、うん、あの天然ガスというね、うん 化石燃料の値段はもうむちゃくちゃに上がっていくと思うんですよ。え今ね、先週あ、2日ぐらい前、先週ですね、先週、えー、イタリアの友達とお話をしてましたらね、今、あのガソリンの値段が2ユーロを超えたそうです。だから250円ぐらいになったんだそうです。イタリアええ。はあ、あのー、イタリアはガソリン税が高いというのもあるんだそうですけども、とはいえ、2ユーロになってきたんで、 あのイタリア国内で車を運転するのが結構大変なんだよね <laughs> というわけでうん隣の,あのスイスに買いに行くとかですねフランスに買いに行くとかそういう人たちがいっぱい出てきたそうですから、まあ、これはあのちょっと人と事じゃないよねということになりますし日本の場合はあのー、さらにその天然ガスと石炭で、えー、発電してますからね。 あのー、電気料金もめちゃくちゃに上がっていく可能性が高いわけですよね、うんそうなると、その我々の生活そのものが成り立たなくなるというかね、消費税がいきなり15%になったようなものになっちゃいますから、あのー、これは何とかしなきゃいけないというふうになるんでしょうね。どうでしょう、岸田総理はどっかで、例えば再稼働ということも含めて、これ、検討に入らざるを得ないという状況になりますかね、これ。 あのー、自民党の中ではもうすでに再稼働論というか、再稼働するんだという話、半年以上前からやってたはずなんですね。と、うんあのー、いうのは、やらないと、ですね再稼働しないと、原子炉そのものがだめになっちゃうという、多分ね、2030年、40年の時点で、えー、原子炉の半分ぐらいが築40年とかね、うん、危なくなってくるんだと思うんですよ。うん、ですから、とりあえずそういったその原子炉の再稼働した上で、 新しい原子炉を作らなきゃいけないという、まあ、二重のこう困難、政治的困難があるので、とにかく最初の再稼働だけでもやらないと、本当にまずいぞということで、うん、あのもう完全に作業に入っていいるとは思います、うん、例えばあの、核というところで言うと、まあ、安全保障の面に関してもね、えー、例えば核シェアリングという言葉が出てきたり。 とかにわかいろんなものがこうどこまで現実として運用するかですけれども、えそのあたりのお考えというのは、なべくさん、いかがですか、核シェアリングとかということに関して言うと。やらざるを得ないんだと思いますね、どこかで<ー>あの。明らかに核を持っている国は、大国から攻められてないですよね、ここは100年ぐらい、うんえー。例えば北朝鮮がそうですよね、イラクはめちゃくちゃに戦いましたし、うん、それも核持ってるんじゃないかというだけで、うん、あの国滅ぼされたようなところがありますよね。 でイランも、あのー、今のところ、まあ、軍事的に攻め込むつもりもないということですよね、北朝鮮もあんだけごちゃごちゃやっても、これも誰も叩く人いないと、まあ、後ろに中国がいるからだということもあるんでしょうけど。 ですからまあそういう現実を見てしまうと、やっぱり核を持たなきゃいけないねなんでしょうけども、でも日本人としては核持ちたくないですよね気持ち、要するに気持ち悪いですよね、はっきり言って、これはでで。特にやはりこう戦争で唯一の被爆国であるという、まあ、その思いをまだ持ってる、ねえー、方も大勢いらっしゃるわけですから、現実として。 そうですね、ただ、うん、今回、プーチンが万が一でも脅しで過去1発あの、爆破させると、そのムードは一変するかもしれませんねあの世論調査を見ていると、核シェアリングすべきではないけれども、議論はしてもいいんじゃないかという声は、ずいぶんと大きくはなってきてるみたいですねそうでしょうね、うんあの、自分の身が危ないっていうのは、そろそろ今回見てはよく起かりましたよね、まあ、ロシアが攻めてくるとは思いませんけれども、うん、それこそ尖閣問題の結果として、なんか変なとばっちりを受けると。うん でその時に甘く見られるとやばいよねっていうふうにはみんな思ってると思いますよね成桂さん、例えばこういう状況になってくるとよく言う勇ましい理論がついつい勝ち勝ちになるような気がするんですね、世の中的に。ただ一方で、その中でも冷静にどう防衛というものを我々が考えていくのかという機会でもあるような気がするんですけれどもその通りですね、うんで、その時にね、意外と大事だと僕は思ってるのは、はい、あの気持ちの悪さとかね。うん 例えば日本の自衛隊が核を保有して、えー、となんていうんでしょうかね、ミサイルですとか、うん、弾薬庫に持ってる状態って、なんか,なんか気持ち悪いよねという感覚っていうのが案外大事かもしれませんね。 あの逆に言うと、冷静に理論だけで考えていくと、持たざるをえないということになりかねないとかね、うん、もしくは絶対に持たないかと、誰、うん、か白黒、必ずついちゃうところがあるんだと思うんですよ。うん、このための議論って、多分白黒の議論じゃないんじゃないですかね、ある種のこう気持ちの悪さとかですね、居心地の良さとかっていうところがまずあって、その上で、ちょっと曖昧なあな結論、 ののののよううななももというのが必要なのかもしれません、うん、あのー、今までこういろんな失敗してきたのはとにかくゼロか1か白か黒か決めると、うんうん、そのたんびにあの国が真っ二つにどの国も割れて、うん、で結果的にあのー、全員が損するみたいなことが起こってるんで、うん、案外ねこれはあのー、旧自民党的曖昧さみたいなのがあってもいいのかもしれませんね。うん、あのー 核抑止力という言葉はまは確かになんですけども、結局、お互いに持った上で減らすっていう議論にならないと、どっちかが持って持たないだと、バランスがやっぱりおかしくなってるわけなんですかねそうでしょうね、あのうん、もう一つは、ロシアに関して言うと、明らかに、まあ、軍事大国であるという自負があるわけですもんね、うん、今回もプーチンが何度も言ってますから、うん、俺たちは核持ってる大国なんだと。 あんた何を言ってんだとみんな思ってたわけですよ。その GDP 的に言うとね、韓国より小さいわけですよ。で、韓国より小さい国が6000発も核持ってるとか、ちょっとおかしいんじゃないのと。しかもあんたの土地欲しい人はいないよと。シベリアが9割ですよ、<っ>もう。といいいね、ほとんど住めないですら9割の国、欲しい国にいないんですよね、本質的には。で、せいぜいまあ、石油が欲しいと言っても、 あのたかだか知れてますよ、その今回も全部止めてしまっても、まあ、値段は上がるけど、死にやしないよねってみんな思ってるわけですから、ですからね、あのそういうその幻想みたいなものがやっぱりロシアにあるんだとすると、まあ、それに対応するというか、逆に言うと、そのような幻想が中国にあるかないかを調べた方がいいですよねちゃんとあの改めて今回のことで、ロシアという国を我々大国と思ってたんですけど、もちろん領土としては。 持ってる面積は大きいんだけれども、決してじゃあ、大国かというと、そうではないっていう現実を見ましたもんね。そうですよね、うん、しかもよく考えたら、一人当たりにするとマレーシア以下とかね、うん、で今回あの、いわゆるこうサンクションっていうんですか、規制がかかりますよね、うんえー、意地悪をされるわけですよね、さ散々。はいはい、で、結果的に一人当たりの GDP はさらに下がって、エジプトとかね、なんかね、うん 北アフリカの国々レベルも多分落ちるんだと思うんですよ。うん、で、その時にまだ、あの、ロシアが成立してるかどうかっていうのは、うん、はなかだ疑問ですよね。うん、それが、あの、ハラリが言っていた、うん、あの、ロシアという帝国は終わったんだと。うん、つまり、あの、ロシアという帝国は、エリツィンが終わらせたんではなくて、プーチンが終わらせたというふうに、えー、100年後、200年後のウィキペディアに書かれるだろうというようなね、そういう予測になったんだと思います。うん、あのー、 我々は僕はもう生まれた時から少なくとも民主主義の国に生まれていてこの状況しか知らないんですけれどもやっぱり世界ではその独裁というものが何なら半分ぐらい存在してるわけですよね民主主義な国家よりも。でも生まれるということはやはりその仕組みがあるしできそうせざるをえない状況というのはどっかにやっぱり成田さんまだ世界にあるということなんですかね うん、そうでしょうね、すべ、うん、ては教育レベルだと思うんです、やはり、うんあの、今の独裁国家っていうのは、まあ、ロシアはちょっと別だとは思うんですけども、ほとんどの場合、教育レベルの低い国ですよね、うん、で結果的にその市民を怖がらなくてもいいという,う権力者が独裁者になるということだと思うんです。うん、ですから逆に言うと、中国なんかはあのいつどうなるか分かりませんよね、これだけだんだん学習されてきて、教育レベルが上がってきましたから。うん 本当にこのままでいいのかというのは、経済の意図が切れると、まあ、何か起こるかもしれないということで、とにかくその意味では、日本の周りでロシアはいれば、中国はいれば、北朝鮮はいればというわけで、日本人の教育レベルを上げなきゃだめですねうん。もっと言うと、世界中でそうなってくると、どう教育のレベルを上げるかという話にもこれなるくさん、なりますよねそうですよね。うん、とはいえ、独裁者というのは、自国市民はできるだけバカな方がいいという。 ね、あの昔からあの政治家が、あのいわゆるこう領民というのはバカで従順な方がいいと思ってる人たちなわけですから、それをわざわざ企画する人たちも多いわけでしょうしね、でその人たちを束ねているのが、そのロシアであり、中国だということになると、ですね、えー、しばらくの間はこの分断というんですかね、民主主義国家と非民主主義国家の分断というのは、あと100年ぐらい続くんじゃないでしょうかね。 イメージでは民主主義国家の方が多いのかなと思ってたんですが、いやいやといろいろ調べてみると、なんならそうでない国の方が、なんならちょっと多いぐらいっていう現実に多くの方、驚いてると思うんですけれども。そうですよね<ー>とはいえ、民主主義国家が強い理由っていうのは、今回のロシアでは本当によくわかりましたね、つまり、経済力ですね、経済的封鎖を民主主義国家がしたときに、独裁国家の一国ぐらいは、まあ、潰せるとは言いませんけれども、 えー、体力をもう決定的に損ぐことができるということが分かったわけですよね。ですから、うん、日本の,あの経済の凋落というのはあの、民主主義国家全体にとってみると、非常に痛いことかもしれませんね。んえー、ねえ、これがあの過去20年ぐらい、あの年率5%で日本が、うん、成長してたら、日本の GDP は今2倍になっているわけで、中国とまあいい勝負しているわけですよね。で、他の国は5%で成長したわけですから。 その意味では日本の凋落というのが全民主主義国にとってみると、チームとしてね、弱くなってきてるというところもありますから、これから我々日本人はむしろ軍備より経済を何とかしなきゃいけないというふうにあの考えた方がいいと思いますね。うん、でもこればっかり考えてると、ちょっとね、だんだん気持ち悪くなってきますから、うん、少し落ち着いてね、あのー、軍備ですとか、うん えー、いわゆる戦い以外の経済の側面というのを少し考えるべき時期に来たのかなというふうに思いました。わかりました。はい。なるさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。